皆さんこんばんは、どうも愛知です。今週もではないですね、今週はダラダラ城始まりましたのでよろしくお願いいたします。今週はですね、スーパースターっていうタイトルになってるかと思うんですが、昨日の夜ほぼ終電で高崎に帰ってきまして、というのも4日間の出張だったんですよ。初めて3泊4日の出張で広島大阪っていうね仕事があったんですけども、そこの出会いとか感想とかを話しつつ、スーパースターっていうねちょっとタイトルに沿った話をできたらなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。で、今回はちょっと珍しい講演会とイベントがあって、で講演会、私普段中学生とか高校生の、学生さん向けで話すことが多いんですね。で、次に学校の先生向けとかもあったりするんですけど、保護者の方に向けて話す、地域でね、講演会させてもらうときは自由参加なので、もちろん保護者の方いらっしゃるんですが、保護者の方のみっていうのはすごい久しぶりだったんですよ。多分1年ぶりぐらいかな。だから講演会の前、どんな講演会でもね、胃が痛くなるぐらいに口から心臓出るんちゃうかってなるんですけど、でも久しぶりにね、こう手がちょっと震えるぐらいに緊張しちゃってて、でそれが、広島県であったんですね。そう、ある小学校の授業参観日に合わせてくださって、で保護者の方希望制で、参加してもらったんですけど、でもなんか予定よりもすごい集まってくださって、230人ぐらいだったのかな。そうで、お話をさせてもらったんです。で、そこはもちろんね、反省点もあって、いや結構大きな反省点もあるんですけど、でも次に生かせることだったし、内容としては伝えたいことは伝えられたかなと思いますので、来ていただいてよかったなと、230人全員にはね思っていただけなかったかもしれないですけど、自分の中では講演内容としてはやりきったと思ってる。他がちょっとね反省はあるんだけど。で、2日目が大阪大学の学生さんのイベントでね、こうトークセッションというか、学生さんの悩み相談に答えたりとか、大阪大学の教授の、中村教授とちょっとこうトークセッションをねさせてもらったりとか、でもそれもねいい回だったんじゃない、自分で言うのもなんだけど、いい回だったのかなと思います。で、ありがたかったのが、すごい雨だったんですよ。で、雨でねちょっと来れなかった方もいたんですけども、すごい雨の中来てくださって、でこう終わった後にね、時間いただけたから、こうサイン書いたりとか写真撮ったりとかっていうのも、その列を並んでねこう待ってくれて、でその小学校とか中学校から見ててって、でずっと俺いたかったんですみたいな言ってくれたりとか、あったかいお手紙をね書いてくれた方とか、ああもうなんか頑張ってよかったっつっていや毎回思うのよ。やっぱね、 YouTube やっててこうコメントね、あったかいコメントをもらったりとかさ、こうメールのね連絡先に写真付きでさ、テスト上がりましたっていう写メとか、合格しましたとか、去年だったらね昔から使ってくれてる子が結婚しましたってウェディングドレス姿旦那さんとの送ってくれたりとか、そういうのもうめちゃめちゃ嬉しいよ。嬉しいし、だけどやっぱね、こう対面で話をする、表情を見ながらさ、もう何とも言えない、何だろう変えがたい、言葉が出てこなかったけど、ってぐらいにすごいこうエネルギーをもらいました。で、3日目がね、その大阪大学であったことシンポジウム、また別のねシンポジウム、学会みたいなところで講演をさせてもらったんです。でもこれは初めての経験で、来てくださってる方で、その日もね東京から新大阪間が雨で止まったんですよ、新幹線が。だから急遽ね、かなりの数の方が来れなくなったりとか、そう、政府のね郷田さんっていう、めちゃめちゃね自分のことも結構仕事でニアミスでね会ってる方いるんですけど、お会いしたくて会ったかったんだけどね、急遽来れなくなっちゃったりとか、そんなもあったんですけど、そう、大学の先生方の前でね話をするという初めての経験をさせてもらいました。でもね、想像以上に知ってくださってたし、終わった後にこうフィードバックね、この愛の話をしに来てくれて、名刺交換させてもらったりとかして、あーそっか、この活動って大学の先生にもこういう風に受け取ってもらえるんだっていうのがね感じることができたから、なんかよりね自分ができることの幅っていうのを、こう広さをね感じてって、まだね昨日講演して帰ってきたから、まだ噛み砕けてないところはもちろんあるんだけども、自分がこれからできることっていうののなんか、視野を広げてもらったきっかけになりましたね。いや本当素敵な出会いがたくさんあって、
名刺ねめっちゃ持ってったんですけどね、名刺が足らなくなるっていう事件を起こしましたが、もうほんと社会人としてダメ、ちょっとね爪が甘かったんですが、まあほんとね良い3日間を4日間か、前乗りそう、前日移動入れると4日間のね楽しい出張でした。で、なんでスーパースターっていうねこのタイトルをつけてるかっていうと、その2日目の、阪大生の、ね、トークセッション、学生さんのイベントの時の質疑応答で行ったんだっけな、普通にトークの方で行ったらちょっと忘れちゃったんだけど、自分が普段思ってることをまあそこで話して、それをまあ今回ダラダラ上でも喋ろうかなと思ったんだよね。でみんなは例えばまあ学生の方が多いかなと、今ね聞いてくれてる方で多いかなと思うんだけど、みんなはスーパースターになりたいですかっていう質問ちょっとしたかったの。スーパースターになりたいって、できっとあとみんなにとってのスーパースターっていますかっていう、まあ、この2個は聞きたかったことなのね。で俺にとってのスーパースターっていうのはまあ結構リアルよりも3次元より2次元の方がまあ多かったわけ。例えばちっちゃい時だと俺にとってのスーパースターっていうのはもう、ルパン三世とか、あとシティハンターわかるかな、みんなサイバリョウっていうねリョウちゃんがいるんですけど、がもう俺の中ではスーパースターだったの。ああいう風になりたいなとか、俺もアニメが好きだったかな、好きだから結構そこに引っ張られやすい、あのゲームのキャラクターとかね、 FF でいうザックスがごめん詰まっちゃった、ザックスが好きだったりとか声がごめんごめん、そうとか、あとはまあナルトに出てくるねカカシ先生が好きだったりするんだけど、とかそういう人に憧れて憧れてっておかしいけど、そう俺なんかスーパースターだったのね。でリアルで言うとまあ両親はもちろんもう スーパースターっていうポジションとおかしい、間違ってるかもしれないけど、まあ憧れではあるけどさ、あとはまあ自分の恩師の松崎先生だったりとか、営業の時の所長のね、所長、あ、まあ、名前揃っちゃった危ない危ないそれ出してねえわ、所長だったりとか、うん、まあそういう人がいるわけよ。で俺はね、別に卑下してるわけじゃなくて、自分のことを、自分はスーパースターになれるタイプじゃないと思っているの。 YouTube、YouTube 上にはスーパースターがいます。例えばヒカキンさんはスーパースターだと思う、はじめしゃちょーもやっぱスーパースターだと思う、まあ、トップ YouTuber はまあスーパースターの人が多いかな、全員が全員か分からんけど、うん、やっぱりあれだけの人を魅了する、うん、そしてやっぱプラスの影響を与えてる人だと思うんだよ。なんかただの娯楽を与えてるんじゃなくて、勇気を与えたりとか頑張る活力を与えてる人がやっぱりスーパースターだと思っているので、スーパースターっていうのは俺の中でマスに向けて大多数の人をこう支えるヒーローなんだよね。そうがスーパースターっていうイメージで、きっとこのねダラダラジオを聞いてくれてる方って割とこう自分のねことに興味を持ってくれたりとか、その応援をね、コアな応援をしてくれてる方が多いと思ってるから、きっと今俺の発言を聞いて、いやいやいや、ハイチさんもスーパースターですよって思ってくれる方が多分少なからずいると思ってる。まあ、この発言自分で言うのはなかなか痛いかもしれないけど、でもそう思ってて、ただ俺がなんでそのスーパースターじゃないって思ってるかというと、俺マスじゃないんだよね。すごい大多数の人間に対してっていうことができるタイプではない。これね、もう小学校の時からかすごく感じて、なんかね、なんか感じてることなんだけど、あのクラスでさ、すごい人気者の人とかいるじゃんか、いやいいなって思うんだけど、なんか自分にはなれないなっていうのを、なんだろうね、薄々というかすごい肌感覚で思っていて、でも目のあとクラスに例えばさいる30人を楽しませることはできないんだけど、目の前にいる悩んでる一人を支えて励ますことは得意な気がしていて、でそこにすごく喜びを感じる人間なのよね。でこれは YouTube になって、まあもちろんねマスに向けて動画は撮っているし発信はしているんだけど、うん、なんかもう何万人何十万人って人にもう届けて頑張るんだ、どんどん有名になっていくぜっていう欲はなくって、なんか届けられる人、うん、自分にとってこう自分のことは見てくれて、その受け取ってくれる人、受け取ってくれたんであればその人にとってプラスのものになるようにっていう、うん、だからその人にとって、その受け取ってくれる人にとってはスーパースターって思ってくれる人がいてくれたらいいなとは思ってるけど、でも俺の中のスーパースターの定義はやっぱり本当マスなんだよね。めちゃくちゃ大多数に向けてのっていうところが大きいから、そうだからなんかそうはなれないんだけど、でも、まあ、みんながねどういった風な人生になり送りたいとか、どういう風になりたいっていうのは分かんない。スーパースターになりたいって思う人もいれば、俺みたいにこうなんだろう、目の前にいる人みたいなタイプの方もいるかもしれないんだけど、その誰かのスターではいられると思っているのよ。それは別に俺みたいな活動をしなくても、普通のというか一般企業に勤めていたとしても、自分のさ、その交友関係があるわけじゃん。家族だったり、まあ、恋人友達とかさ、兄弟とか分かんないよ。でもその中でさ、
みんながいることによって助けられる知ってる人は絶対いるのよ。みんなが気づいてないだけで助けてることもあるのよ。いやだってまずさ、みんながここに聞きに来てくれて、まあ、コメント残してくれるか何か受け取ってくれるか分かんないけど、俺は勝手にさ、みんながプラスのものを受け取ってくれてるって、渡せてるって俺は思ってるから、これ思い込みかもしんないけど思ってるから、それだけでもみんなの存在が俺をめちゃめちゃ支えてくれてる。俺にとってはもうみんながスーパースターなわけよ。みんなのおかげで俺は立ててるし、こうやって立ち上がれるし、そうなので、なんかそういったところが伝えたくなったの今回そうそう、みんなはみんなもスーパースターなんだぜってなれるんだぜ。ただ俺にとってのスーパースターの定義はさ、マスだから、そこにそういう意味にはあのイコールにはならないかもしれないけど、みんなの存在っていうのが誰かにとってのプラスになる、誰かの力になる、私なんか生きてたってとか俺なんか生きてたってって思う瞬間もあると思うんだよきっとね。あの普段思わなくてもさ、何かに悩んでたりとか、悩んだ瞬間とか、ものすごい壁にぶつかった時とか、もう諦めたいなって、いろいろやめたいなって思う瞬間もあるかもしんないんだけど、でもその瞬間そう思ったっていいじゃん。そう思うことあるし、悩むことはあるけど、でもあのちょっと落ち着いて一歩ね、俯瞰的に下がって一歩俯瞰的に見れた時に、自分の存在をこうプラスで受け取ってくれる人は必ずいるって、まあ少なからず俺はそこ、俺がいるから一人は。そうだから、それは覚えててほしいなって思って今回ね、喋らせてもらいました。はい、ということで本日もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また明日からね、1週間頑張っていきましょう。で明日はね、ちょっといつものみんなにこう、なんだろう、勉強法のポイントみたいな動画ではなくて、私の一人よがりの動画が一本上がりますけども、まあダラダラジオを聞いてくれてるみんなであればきっと楽しめると思いますんで、楽しめるもんじゃないけど、あ、なんか見てよかったって思ってもらえるものになるんじゃないかなと思いますので、よかったらそちらも見てみてください。それでは明日からまた1週間ね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。